ポンポンポン骨迷子のウキララです皆さんこんにちはウキララです今回の動画はガソリン簡易施設を作る動画になってます条件は森マッププラス 出荷ののガソリンが1の場所になってますでマンスリーが残り8日の時点で場所を探して動画を録画したものになるんですけどでもまあ確かに川の横だったりとか海の横っていう人気の場所は残ってなかったですけどガソリン1の場所っていうのはかなり存在するのでまあちょっとね出荷の時間は長いんだけどそれでも1のところはあるのでぜひ探してみて。 チャレンジしてみてくださいなお今回はガソリンの簡易施設を最優先に作る動画になっています実はね正直私的にはおすすめしません <laughs> ただ忙しい方にはいいかもしれないしガソリン施設優先にしてどれぐらいの時間でね最短作れるかっていうのを試してみたかったのでそれを検証する動画でもあります。で、でななんでこの方法をおおすすめしないかというとう結構お金がカツカツツになって で初心者だともしかしたら積んんでででしまう可能性が高いんですよねでこの動画はねうっかりミントの存在を忘れてしまっていたのでわたってやっていますけどミントでやる方がカツカツにならずに済むのでよかったらミントで試してみるのがいいかもしれません。 この動画をガソリン作成のコツ、後半の動画にしたいと思います。めちゃんこ遅くなってしまって、本当に申し訳ないです。なぜこんだけ遅くなってしまったかというと、実は州大会、ウィークリー大会の方にね、11月中旬よりずっと参加してました。で、参加期間中はほぼね、PC が占領されてしまうため、なかなか動画の編集自体ができなかった状況なんですね。そのため、こんだけ遅くなってしまいました。本当にごめんなさい。そして 参考になることがあれば本当に嬉しいです。それでは動画へレッツゴー はい。では、早速この画像を見ていきたいんですが、私の動画を見てくださっている方は、タウンスター初心者の方だったり、これからタウンスターを始めようかなと思っている方が多いかと思うので、ガソリン施設をね、作るのにどういったものが必要かということで、さらっと見ていきたいと思います。なお、この画像はガソリン作成の簡易施設になっているので、発電所は含んでいないです。あと、ベッドをこりのおじさんだったり、あと と建築のお姉さんだったりあと道路だったりいろいろで、ね、必要なものとかも出てくるんですけどこの画像はガソリンの簡易施設に必要なものをぎゅっと詰め込んだものだと思っていただければと思いますではガソリンを作るのに必要なものをね早速見ていきたいんですがこの右下を見ていただくとまず石油が一つそしてドラム缶の水が2つそしてエネルギーが6個必要になってきます じゃあ石油はどうやって作るのということで上を見ていただくと石油の方は原油が2つドラム缶の水が1つエネルギーが2つ必要になってきますじゃあそれぞれどうやって作るかということで画像の左の方を見てくださいエネルギーを作るにはこちらの風力発電機が必要になります。そしてドラム缶の水を作るにはその下の給水施設が必要になってきますそそして原油を作るにはのの下の オイルポンプが必要になってきますさらに必要なのが作ったものを収納するところが必要になってきますエネルギーとドラム缶の水はこちらの倉庫が必要になってきます注意点としては倉庫を作り忘れてね出来上がったものが弾けてしまうということがあるのでご注意ください そして原油に関してなんですが初めから必ずどのマップにも一つ燃料貯蔵庫は用意されていますなので初めにあるものを使うということであれば別途用意する必要はないですこちらはもともとありますでエネルギーとドラム缶は倉庫そして原油に関しては貯蔵庫に入りますさらにそれを 倉庫だったり貯蔵庫に運ぶ労働者が必要になるんですがこのおじさんですね労働者は一緒になりますちょっと青っぽいお家の労働者の家というものを建てる必要がありますで最低1つは建てないと出来上がったものをそれぞれの場所に運んでくれないので必ず1つは建てるあとは必要に応じて増やしていくということになりますで一番メインなのは石油とガソリンを作るこちらの製油所になります 最低一つ作ると切り替えをすることによって石油、ガソリンは作ることができます。なので、まず一つ作るということが目標になってきます。で、二つ作ることによって石油だったりガソリンだったりを別々に作ることができるようになるので便利になります。 で、この画像にあるものをすべて作れば、一応、ガソリンは作れるようになります。ただ注意点として、先ほども言ったように、あと、木こりのおじさんが必要だったり、あと、道路が必要だったりとかするので、ご注意ください。声優所のお兄さんが燃料貯蔵庫から、原油だったり、石油だったりを声優所まで運んでくれるし、声優所から、石油だったり、ガソリンだったりも、燃料貯蔵庫まで運んでくれます。 では実際にゲームを今からスタートしますよそしてガソリンの簡易施設を最優先に作りますよって言った場合どれぐらいの予算が必要になってくるかを見ていきたいと思います。まあ、ここにあるののの。は最最低低限限必必要要ななももです。最低限必要なもの それで合計金額がだいたいた万ドルになります結構高いですよね。でまあ風力発電機は最初の時から2個あった方がいいと私は思っているので2個。 になってますここでは私は綿を取り上げてるんですけどなんで綿をチョイスしたかというと小麦だと10個売って3,000で綿だと10個売って3,500500の差が結構大きくなってくるのでここでは綿を選んでいます。で先ほど動画の冒頭の方でも言ったんですけどミントの存在は忘れていたのででここでは綿をチョイスしてますただミントをチョイスする際の注意点としては 結構木が必要だということそして綿はすっ くく早く成長するんですよで収穫ができる状態になるんですけどミントの場合は4分だったかな最低4分かかるのでそれだけは注意が必要ただ10個8000ドルなので結構大きくなりますガソリンを節約したいよということであればそっちをチョイスするのもありかもしれないんですけど私はこの動画ではバーを最初メインでやってますただねこれね本当に自動化まで持っていけるか最終的に検証したんですが途中から カラーはミントに変えました。その方が効率いいのでミントに変えました。綿だと本当にカツカツなのであんまりおすすめしないんですよね。最初の緊急的に綿、まあ人件費はかかってくるわけなので綿。 いいいうののをチョイスすするのはいいかなと思ってますそして動画では効率よくするために建築労働者のお姉さんを2人追加してます。なので先ほどの6万1,500プラス5,000で6万6,500でさらに声油上二2つにしていますので声油所の1万5,000とそれを建てるための舗装道路1万で2万5,000でさらにプラスになるので6万6,500プラス2万5,000で9 万 1, になります結構ガソリン施設の簡易を作るだけでもしかもこれ最低限なのでまあこの建築労働者のお姉さんの5,000はね私があの早く建てようと思って効率よく建てようと思って増やしてるだけなのでただ5,000を引いた金額はかかってくるので結構な金額がかかります。 今回、森マップなので、メリットがあるんですよ。それは何かというと、森マップには池が全部で14個あるんですけど、1つ5000ドルで売ることができます。で、この動画では、1つを残してすべて売ってます。なので5000、5000×13 の6万5000をここでゲットすることができます。 そしてさらにガソリン30個を売っちゃいますへえガソリン積むのにガソリン売っちゃうのって思った人いるかと思うんですけど今回はガソリン施設を最優先で作るので30個売ると7個残るんですけど 7個残ってる間にガソリン施設はできるので安心してください先ほどの池を13個売ったお金が6万5000えっとガソリンを30個売ったお金が4万3500そして初期所持これは誰でもどのマップを選んでも持っているお金最初のお金が2万5000で合計すると13万3500になります で、その13万3500から先ほどのガソリン施設を2個作った場合の9万1500を引きます。そうすると残りが4万2000。この数字だけの計算だと、おお、4万2000残るんだと思うかもしれないんですけど、森マップは木が大量にあるんですよ。 で、施設を作るために邪魔の木を切るために1つ万円かかります。で、この動画の中では2個木を伐採してるので1万5,000ってことは3万円かかるんですよ。ってことは3万円かかった上でこっから3万円引くと1万2,000しか残らない上に労働者の賃金が必要となってくるのでそれをね、えっと、払ったりすると。 結構残ってなないですカツカツなですすお金カカツツんよそのカツカツのやつをさらに補うのが先ほども紹介したみたいに動画では綿でやってるので本当にカツカツで全然お金貯まっていかないのでまあ様子を見て途中でもいいですし最初からミントでもいいですし切り替えていくのがいいかと思いますがもうミントの存在忘れていたのでこの動画では綿でやっております。 それでは早速ね実際にノーカットでどれぐらいの時間でガソリン換理施設がしかも声油所2個の場合で出来上がるか見ていきましょうそれでは実際の動画をノーカットで見ていきましょうそれではスタート1時26分50秒からスタートです。まず最初に。 倉庫を作っていきます最初に倉庫を作る理由としては忘れちゃうんですよね忘れてね物が破壊されちゃうってことが結構あるので最初に私は倉庫を作います未だにやらかすけどねでその間に今度は池をね破壊していきますで道路を池をこうね道路を作ってる間に池を破壊すると効率よくできますちょっとの待ち時間があるのでねで木を壊します先ほども言ったみたいに1万5千円かかる。 これ本当に森の弱点ねで舗装された道路をその横に作っていくで木が少なくなっていくので木こりのおじさんは早めに設置するさらに先ほども言ったように効率化を図るために建築のお姉さん建築労働者の家を2つ追加します お姉さんたちを追加することによって効率よくするためには次作るものをできるだけ早めに設置していくというのがいいかと思いますでここ今から建築労働者じゃないや今労働者の家を建てます今から労働者の家を先に建てていきますでガソリンは様子を見ながら 売っていきます早めに売っていきます。あとあとね残り8日の時点で私サーバーとマンスリーのサーバーは8日時点でこれ土地を選んでいるので1分37秒ぐらいかかるんですよね車が戻ってくるまでに。なのでその時間配分も考えながら発送する出荷するといいです。 時間配分も考えながら出荷をするように注意しましょう。で給水施設を作っていきます。で給水施設はこの横にある沼を利用して水3個必要なんですが。沼を利用して元々ある沼よ。元々ある沼を利用して水3個の供給を自動でできるようにそこにセットします。 次はオイルポンプの方を作っていきますそして小麦は出荷しないので削除しますそしてサイロの中にある小麦も削除しちゃいますで綿の方を育てていきます で何かを設置して待ってる間道路だったり綿だったりそういうのを設置するというかね作った時に待ち時間があるのでその間に息を壊すみたいな感じですると効率はいい。はい、でガソリンもね戻ってきたら出荷するというタイミングでね出荷していくといいと思います。 また、えっと、道路を引いて今度はね風力発電をね作っていきたいと思います。本当は近くにね風力発電を置きたいんですけど近くに置くと干渉しちゃって時間がかかっちゃうのでわざと遠くに置いてます。風力発電の数を少なくするためには緑配置にするのが絶対条件ですね。 あえて緑配置にするためにここに置いてますで施設が完成してないけど次の施設次作る施設をすぐ近くで配置しておけば効率よくね動いてくれるんですよ今木が余って同じところに行っちゃうので木が余っ でそれを隣の施設またこれここで終わるんですけど一つで完成するんですけどまた次の近いところに動いてくれるので効率よく動いてくれます。でまずこっちが風力発電まずここに置いてもう一個こっち側に置くんですけど完成した時に見てもらうと分かるんですが緑になってるんですよ。こっちもね 今から完成だけど緑になってるのでこれで風力発電2台しかないんですけど1分でエネルギーが取れるようになってるのでめちゃめちゃ数は必要ないです。で次が声優所を作りますねまず「製油所」1個目。 実はあんまりおすすめ、あの、最短での作成をおすすめしないとか、ガソリンの買施設を最初に作ることをおすすめしないって言った理由なんですけど、ガソリン施設作っちゃうと人件費が一気に上がっちゃうんですよ。なので、最初にね、おすすめしないっていうのはそういうことです。めっちゃ高いんですよ。 今回私は綿でね、資金を稼ごうと思って綿でやっちゃってるんですけど、最初からミントでやって、積まないかどうかっていうのを違う動画でね、検証してみたいと思います。一番最初にこうタウンスター、場所取りしてからやるときに時間がね、あって長くできるっていうことであれば、絶対に資金を稼げるものを 先に大きくね多く資金を稼げるものを先に作ってそれから製油場とかを作る方が私はおすすめかなって思いますね。2個目のガソリン施設を作るために次のね効率よくするために木が余った時に隣に行くように先に設置してます。作る次作るる次やつね で今もう終わってほら1人持ってる木がそのままね戻っていかずにここでねいけるのでで今1時33分46秒ぐらいでねまずガソリン管理施設1個目できましたガソリンも簡易的に作れるようになりましたその代わり石油とガソリンとの切り替えが必要なタイプですねでまた木を1個これが2個目の木ですねで1万5,000飛んできました 本当にねあのガソリン施設は急いでない方は一番後回しにするといいと思います声油所っていうのだけでもギリギリに作るのがいいお金がなくなるギリギリなぜかというと200ドルもかかるんですよ1分200ドルかかるので2つ作っちゃうと400ドルかかることになるんですよね1分で400ドル かかってくるのでこう今綿で出荷してて綿10個貯まるまで待たなきゃいけないしまあ、そういう兼ね合いでお金が本当にカツカツになるんですよこの製油所がない状況で他のねオイルポンプだったり給水施設だったり風力発電機だったり作るのはありだと思うんですよ倉庫まで運ぶのに時間がかかるのでその運ぶっていう時間とかそういうのを考えて 先に作っておくで人件費もそこまで高くないので作るっていうのはありだと思います一応声油所が一つあれば切り替えをさえすればまあ、ガソリンはできるので時間に余裕があってプレイされる方は最初はその切り替えでやる方がいいと思います今回もすっかり忘れてたんだけど建物一つの建物で複数のものが作れる場合作成ボタンを押さないと作成開始がされないんですよ声油所も一緒で 石油を作りたい場合は石油ガソリンを作りたい場合はガソリンってやらなきゃいけないんですけど作成ボタンをすっかり忘れたので今後からやってます、まあ、この場合はね作成ボタンを先にね押す方が効率がいいですあとは2個目の製油所が作り終わったら完成なんですけどあともう木運んだら終わりの状態うん多分10分以内にできそうですよね 今回はね、勝手にガソリン簡易施設最短でどれぐらいのタイムでできるか勝手にタイムアタックをしてみました。最後にタイムを見て終わっていきたいと思います。声優所2個できたから自動化できるやったーと思ってる人考えが甘いです。これだけではちょっと不十分です。ただこの動画長くなってしまったので他の動画でまたそれはご案内したいと思います。 1>, 1時36分23秒、正常2個のガソリン管理施設完成ですやったー !10 分以内に完成できました最後まで見てくれてありがとうございます参考になったよ頑張ってねって思ってくれる方ぜひ高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは次回の動画でお会いしましょうまたねーバイバーイ